大学生が小諸を舞台に自主制作した映画を上映する小諸映画祭、テレビ版広報小諸。今回は来月開かれる小諸映画祭2019のご案内です。まずは去年行われた第2回小諸映画祭のダイジェスト映像からご覧ください。どうしたんだよ。これを飲め。3回目となる今年の小諸映画祭は来月6日日曜日に行われます。7月には実行委員会による記者発表が行われました。記者発表には第3回小諸映画祭実行委員長で慶応義塾大学文学部3年海老原彩さんと、去年実行委員長を務めた同じく慶応義塾大学文学部4年の曽根幸太郎さんが出席しました。小諸映画祭は小諸の素晴らしいロケーションを多くの人に知ってもらいたいと、6年ほど前から小諸でのフィールドワークを行っていた慶応義塾大学文学部岡原正幸教授主催の研究会が2年前に企画したものです。大学生が小諸を舞台に15分以内の短編映画を作り上映、来場者の投票でグランプリを決める催しで、去年は慶応義塾大学、早稲田大学、千葉大学、福島大学の4つの大学から5団体が参加。今年は慶応義塾大学、高崎経済大学、千葉大学、筑波大学、大東文化大学の5つの大学が参加します。去年の映画祭は若い人の参加が少なく、年齢層の偏りが課題に。第3回となる今回は若い人の参加を増やすと同時に小諸市を PR し、団体と市民との交流も図ることを目的にしています。そのため運営委員会では映画祭とは別に小諸市民や市内の高校生が出演する動画を作成予定。その動画を小諸映画祭の投票時に上映することになっています。私はもともと映画とかドラマとか映像作品が大好きで、でそれに関わるようなことをしたいと思って、でゼミの活動としてこれを始めました。例年その若い世代の方があまり来ないというのが課題なので、若い世代の方に当日たくさん来てもらえるように、そして各団体、撮影団体と若い世代が関われるような映画祭にしたいなと考えております。昨年の課題も踏まえまして、今年はいろいろ新たな取り組みもしていますので、昨年以上に盛り上がる、たくさんの方に来場していただける映画祭にしたいと考えています。よーい、はい。ごめんね。はい、OK。 8月に入ると市内では産科大学によるロケが行われました。
この日ロケを行っていたのは千葉大学千葉大シネマウントフィルムパーティーのメンバーです。取り組んでいたのはノックと題した作品、新しい世界の見つめ方をテーマに描いています。この日は芦原中学校、水明小学校の児童生徒もエキストラとして出演。学生たちは映画祭に向け小諸高原美術館や千曲川などで撮影を行いました。ノックというのはそもそもアメリカにノックオンウッドっていう言葉があって、それはそのこれからその悪いことが続いててもいいことが続いててもこれからいいことが起きますようにっていう意味で、その木を叩くっていう意味でノックオンウッドって言いながらこう木を叩く動作があるんですけど、まあそれにちなんで我々もなんかそのハッピーな映画になんかしたいなと思って、そのこの小諸映画祭は小さい子からそのなんて言うんだろう、年齢層がその幅広いので、その誰が見ても心が温まるようなエピソードを作れたなと思ってやってます。そうですね、まあ、まずこの天気だと思います。あの最初そのロケ班1週間前来たりとか、あと脚本書くときもその晴れの日設定で全部書いてたんですけど、すごい、まあ、天気に、まあ、恵まれたり恵まれなかったりして、あの晴れの時もあれば雨の時もあって、すごい、なんだろう、絵が暗かったり明るかったりすぐ変わってしまうので、そこが今一番苦労しているところです。初めて見てもらった人には、あ、岡部くんってこういう作品作るんだなって思ってもらいたいし、その高校生の頃に知り合った人たちも見てもらいたいと思ってるので、そういう人たちには岡部にもこういうことができるんだなと、新しい岡部を見てもらえたらいいかなと思ってます。今年3回目となる小諸映画祭2019は10月6日日曜日午後1時からステラホールで開かれます。入場は無料で、会場に訪れた市民の投票によってグランプリが決定します。また南ヶ丘小学校合唱部の合唱披露や小諸高校の部活 PR 動画の上映も予定しています。ぜひ足をお運びください。続いては市役所からのお知らせ。令和元年10月1日から軽自動車税が変わります。自動車取得税が廃止となり、環境性能などに応じて自動車の購入時に支払う環境性能割が導入されます。付加徴収は当分の間長野県が行います。課税対象は取得価格が50万円を超える3輪以上の軽自動車、課税義務者はこの取得者です。納付額は取得価格に中古車の場合は残価率をかけ、そこに税率をかけた額となります。税率はご覧の通りです。自動車の排気量に応じて毎年かかる軽自動車税は軽自動車税種別割に名称が変更されます。なお税率の変更はありません。お問い合わせは税務課市民税係までお願いします。10月1日は国民健康保険被保険者証保険証の更新日です。国民健康保険の保険証は今月30日で有効期限が終了し、来月1日から新しい保険証に更新されます。新しい保険証は今月中旬から順次郵送で世帯主宛にお送りします。今月下旬までに届かない場合はご連絡ください。詳しいお問い合わせは市民課国保年金係までお願いします。